ければいけないのか。なぜ金を払わないと飯が食えないのか。木曜日もいいじゃないか。金持ちは怖え、貧乏人は死ぬ。こんな世の中の何が自由なのだ。皆労働に縛られているではないか。仕事は楽しいか。ディナー、そんなわけない。我々は断固働きたくない。だから帰るのだ、このハンマーヘッドが。働きたい奴だけ働いて、他は養ってもらえる社会に理想郷を実現させるのだ、このハンマーヘッド率いる桃源団が。ボス、誰も聞いてません。なんだと、くせ愚かな大衆どもめ。行くぞ。まずは町一番の大富豪ゼニールの家を破壊して、本気だと分からせてやる。豪邸など不平等の象徴だ。レッサー、この高層ビル丸ごとゼニールの自宅です。くぅ、悪いことをして荒稼ぎしたに違いない。許せん、破壊しろ。レッサー、しました。さすがは新開発されたバトルスーツだ。例の組織から命がけで盗んできた甲斐があったというもの。あ、このマンション違った。すいません、ボス、ゼニールの家はもっと先でした。失敗は誰にでもある。肝心なのは反省し生かすことだ。違うか。違いません。ではいざゼニールのもとへ。ハゲが押し寄せてくるぞ。こいつら本気でぶっ飛んでやがる。待て、悪党ども。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。無面ライダーが来てくれたわ。彼が来たならもう安心だ。ヒーローか、くだらん。行くぞ。そこだ。よし、よっと。行くぞ。よし、いる。お、よっと。ゼニール様、お逃げください。しかしテロリストを相手に逃げ出すというのもわしのイメージダウンだな。その必要はない。あんたは運がいい。俺との契約期間中にこんなことが起きるとはな。おお、ソニック君、君に任せても平気なのかね。無論のこと、案ずるなら連中の命だ。あんたらは死体の山をどう処理するかだけを考えていればいい。桃源だ、
聞いたことのない新型のバトルスーツを装備したボートか、 B 級賞金首のハンマーヘッド、少しは骨がありそうだ。ボス、この林を抜けた先に見えるのがゼニル邸。よし、行くぞ。何かいる。待ってたぞ、ハンマーヘッド。ゼニールの使いだ。はじめに言っておく。俺は今まで戦った相手を生かして返したことはない。今後もそのつもりだ。仕事は完璧にこなす。今すぐ投降すれば死なずに済むが、お前らはどうする？よし、行くぞ。仕事、行くぞ。ここだ。何をしている？威嚇のつもりか？ここだ。行くぞ。ここだ。行くぞ。見えるか？やはりバカだな、この男。もっと自然に誘い込むようにいるのか。
これじゃできんよ。掴んでくるぜ。もらった。金で雇われたゼニールの犬み。なんでみんな、なん
何をしているの？僕のつもりか？残念だが手加減できなかった。ああ、ハンマーヘッドの死体もここだ。では今からも死体が消えた。
暴動を続けるテロリストは桃源団と名乗っており、桃源団からテレビ局に送られてきたメッセージによると、働かない者にも無償で衣食住が提供される世の中になるまで暴れ続けるなどと意味のわからないことを主張しており、ハンマーヘッドに同調したメンバーはいずれも無職で働く意思のない若者とみられます。つまんない事件だな。今回は俺が行くまでもねえな。また構成員の頭はスキンヘッドで統一され、非常に危険な雰囲気に包まれています。外出された際にスキンヘッドを見かけたらすぐにその場を離れてください。なんだと？俺と被ってんじゃねえか。せっかくヒーローやっててもこんな真似されたら俺も悪者扱いされるじゃねえか。ベッセメス。骸骨が通常の何倍も分厚くてよかった。あ、いた。なんだお前、桃源団に入りたいのか？いや違う、俺は趣味でヒーローをやってるものだが、一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。で、手下たちはどこに？じゃあ死ね。早く分かってこい。で、おい、晩飯何にしようか。おう。で、おい、おう。で、おい。早く分かってこい。晩飯何にしようか。おう、おい、おう、あれ、間に合いそうもないな。で、もうやんのか。挑発したって無駄だぜ。おう、おい、間に合いそうもないな。挑発したって無駄だぜ。早くかかってくる。待て、俺はただ働きたくなかっただけで。もう悪さやめろよ。俺を抹殺しに来たんじゃ。行け。はあ。帰るか。ハンマーヘッドはどこに行った？あ、まだ残党がいたとはな。ああ、ハンマーヘッドならあっちに行ったけど、全裸で。なんだこりゃ。おい、違うぞ。何が違うんだ？俺は桃源団の仲間じゃねえよ。嘘をつくな。いやいやいや、ふざけんなよ。よく見ろよ。よく見るも何も、その頭では言い逃れできないな。いや、ほら、俺だよ俺。趣味でヒーローやってて、割と活躍してる。
お前など知らん。あ、そうっすか。それに、どっちでもいいことだ。お前は俺の技を二度も見切った。それが問題だ。俺は忍者の里に生まれ、幼少の頃から技の研鑽を重ねてきた。その技をお前は見切った。許されないことをしたな。何言ってんだこいつ。俺のプライドが許さない。お前が誰だろうと、もう逃がすことはできない。お前はただ自分の技を試したいだけだろ。その無邪気な笑顔を見りゃわかるぞ。は？どうだ、音速を超えるこのスピード、そして衝撃か、見えるか、この速さについてこれるか。まあ、帰っていいか。こいつ、偶然逆避。チェックメイト。あ、すまん、いや、わざとじゃないんだよ。寸止めしようと思ったら勢いでぶつかっただけで。俺は暗殺から用心棒まで何でも受け負う最強の忍者、音速のソニック。だが仕事はしばらくお預けだ。お前という好敵士を見つけたからには決着がつくまで鍛錬があるのみ。名前を聞いておこう。埼玉だ。埼玉、次に会った時がお前の最後だ。ああ。究極の忍術で確実に仕留める、この音速のソニックがな。頑張れよ。音速のソニック、誰ですか、その頭痛が痛いみたいな名前の人物は。分からん、いきなり現れてライバル宣言して去っていった。先生がお困りなら俺が消しますが。お前も厄介だな。っていうか、なんでまた来てんだよ。帰れよ、他人なんだから。先生、俺は強くならなきゃ。うるせえ。重大な問題に気づいてショックを受けてる最中だ。今日は帰ってくれ、頼むから。重大な問題？先生ほどの人が抱える重大な問題とは何ですか？教えてください。知名度が低い。確かに、さっきのニュースでも桃源団を撃退したのは埼玉先生でも音速のソニックでもなく、無面ライダーというヒーローのおかげであると報道していたが、まさか先生、ヒーロー名簿に登録してないんですか？全国にあるヒーロー協会の施設でテストを受け、一定の水準を超えればヒーロー名簿に登録され、正式にヒーローと名乗ることを許されます。知らなかった。ジェノスは登録してんのか？いえ、俺はいいです。登録しようぜ。一緒に登録してくれたら弟子にしてやるから。行きましょう。今日は若者の労働問題に詳しい専門家の真面目だしをゲストにお招きいたしました。よろしくお願いします。さて、昨今桃源団のように働く意欲のない若者の増加が深刻化していますが、この現状をどう思われますか？俺も大して変わらなかったってことか、無職のあいつと。まあ桃源団にしてもね、流行化の影響なんでしょうが。夢を諦めるな、夢は叶えるものだとかね、無責任に投げられた言葉に。
そういうやつは結局しょうもない言い訳して挫折するんですよ。はあ、はあ、一歩間違えれば俺もあいつみたいになってたのかな。